向かって左がアウェー岐阜、右がホーム長野です。前半は岐阜ボールでゲームが始まりました。まずは右サイドに長いボールを送っていきます。失礼、ファーサイドは笹生が走っていました。フリックしましたが繋がらず、ただこぼれをサンダのシュートだ。サンダの左足巻いたシュート。ここで相手がクリアしきれなかったところを奪い取ってこぼれたところ、サンダが左足で持ち込んで遠藤は一度下げます。おっと、このボールが相手に渡って高崎だ。シュートはクロスバーの上。ただ横から寄せた広瀬のアプローチが効いていました。2020明治安田生命 J3 リーグ第33節 AC 長野パルセイロ対 FC 岐阜、今長野ボールでセカンドハーフが始まりました。レレウシュートだ。まだあります。ここから打ってきました。ポスト、遠目からのシュートは左ポスト直撃。そのシーンです。レレウのシュートの跳ね返りをこの位置から狙っていきました。さあ、このこぼれを拾ったシュートだ。キーパー正面。寄せが早い長倉でしたが、長倉のファールを取ります。うまくカットをしました大城。さあ、吉田が空いている。大城が行く。大城マイナスのクロスに三田直樹だ。こぼれ、シュートは打てない。最後詰めた岩沼。そのシーンもう一度ご覧いただきます。ゴールキーパーのセーブの跳ね返り、岩沼完全フリーでしたが、ここで試合終了の長いホイッスルです。